今日は宜野湾市の高台に隠れ家レストランがあると聞いて行ってみることにしました。海の見える景色でランチを楽しみたいと思います。ほら、マイハウスなんか通りそうじゃない？これほら、それマイハウスやん。これマイハウスやほら、そうでしょ。ほんとだ。どこは行ったってしてなかったの？マイハウス、ここまで見てるね。だからほら、あっち行くんじゃん。結構人気ある。右方向です。続いて斜め左方向です。これ右や。オーバーって感じ。うわ、なんか今日って。住まれている方やお店に行く方しかこの道を通らない高台、そんな場所にある隠れ家レストランコバさんに向かいます。コバ、でも左側キッチンじゃん。行ったことがなくてもところどころに看板が書いてあるのでお店にはたどり着くことができます。これじゃん。これ右回る。これです。これだ。これ見えば、はい、ちょっと状況、あ、車来てありました。開店時間12時の音楽が鳴り始めたので、お店の方へ向かいたいと思います。
すごい。だって窓ガラスも綺麗に拭いてはるから綺麗よ。これが豚のナンのカレー、ほうれん草のスパイス苦手を回してクリームかけるとまろやかになりますし、スパイスが使ってない方は少しかけてください。はい、味変まずはいただきましょうか。すごい牡蠣あるもん。牡蠣すごいこれ。いただきます。何これ？タン。タン。うん。うわあ。うわあ。ちょっとボリュームすごいすごい。すごいじゃん、ボリュームの味も。今日牛だったら豚やろ。うん、うん、今あると、うん、すごい、ストロー見て。すごいでこちら。重たい。こういう形のストロー。甘さいっぱい。美味しいね。うん、美味しいよ。美味しい。ペロッと食べる。うん、すごいチーズが出しゃばってるわけじゃなくて、お芋の味もすごい。すごい。うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。